フナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？フナッピーも元気ですよ。といった感じでやっていきますね。はい、今日もフナッピー。ほい、シマパトに行ってまいりました。はい、お出かけ気分が楽しくなりますようにの晴れ色のアイテムを購入してまいりました。そのアイテムがこちらでございます。はい、こちら商品名2セット HIN 付き ST カーデ BS プルオーバーにネックレスもついてカーデガンもついてる2セットでございます。サイズは LL でお色が中白、白とブルーのストライプとなっております。お値段は税込み1969円、商品番号が502-5233。素材はアウターがポリエステル 80% レーヨン 20%、 インナーの方がポリエステル 100% となっております。ネックレス付きストライププルオーバーにラップカーデガン付きで2000円しないんでございますよ。これはすごい。まずはこちらのカーデガンの方でございますね。さらっと羽織れるボタンホールのないラップカーデガンに、柔らかくてストレッチ性のある、はい、こんな感じでね、上品な透け感のある生地となっておりますね。丈はヒップがしっかり隠れる長さとなっております。サイドスリットが深めにあるんで動きやすいのもいいですね。長袖でゆとりがあるのでとってもね、着用しやすいです。袖口はリブになっていて腕まくりもできますね。シンプルなデザインで合わせやすいのもポイントでございます。はい、そしてこちらアクセサリー付きのプルオーバーでございます。爽やかなワントーンを落としたブルーの細かいストライプ柄で、ストレッチ性のあるカットソー素材なんでシワになりにくく、ノンアイロンでお手入れも簡単でございます。なかなかね、2セットだとこのようなね、しっかりした生地のものってないですよね。こちらはしっかりした高見えするプルオーバーでございます。クルーネックにフレンチスリーブとなっております。生地がね、表と裏を見ると裏の方が濃いめの色になってるんですね。はい、こんな感じ。前身頃のネックラインに施された2つのタックが程よいゆとりを持たせてくれております。フロントタックの内側にループがついていて、これでネックレスの取り外しができるわけでございます。シーンにね、合わせて取り外しができるのもようございますね。ネックレスは凹凸感のある丸いリングにスクエアがついて2つ、こんな感じね、ついております。シルバーなんでちょっと上品な感じもしますよね。そして後ろ身頃が長めのラウンドヘムになっていて、両サイドスリットが入っているのも嬉しいポイントでございます。アウトでもインでもバランスよく着用できますよね。といった具合でコーディネートしてみたいと思います。はい、ボトムスはライトオンのデニムに、靴は去年ね、ダイソー業祭で購入したバレーシューズでモノマネコーデをしてみました。あっていう感じですかね。はい、まずはこちらのカーデガンでございますね。ちょっと透け感のある柔らかくてストレッチ性もあるカーデガンなんで、とっても着やすいです。ゆとりある身幅に
長めな丈なんで、ヒップもしっかりカバーしてくれます。サイドスリットが深めにあるんで動きやすいのもポイントでございます。長袖は結構ねゆとりある長袖となっております。 LL でもね結構ゆったりしてる感じですね。 L でも良かったのかな。はい。そして袖口はリブになってるんで、こうやって今の季節は腕まくりもしてこんな感じでいてもいいですね。これからの季節に着回し力抜群なカーディガンだと思いました。はい、次はこちらのプルオーバーでございますね。さらっとした生地でとっても着やすいです。細かいストライプ柄なんで着やせ効果も期待できますね。身幅もたっぷりあるし、ちょっとシャリ感のある生地なんでとっても涼しく着用できます。両サイドにスリットがあって、後ろが長めのラウンドヘムでしっかりヒップも隠せれます。これが2セットで2000円しないのは本当にお得だと思います。あ、そうそう、ネックレスもついてるんですもんね。ネックラインの下にタックが2つついてるんで立体的になっていて、ぽっこりお腹が気にならないようになっております。はい、こうしちゃうとねちょっとぽっこりお腹分かっちゃいますけど、はい、こんな感じでね分からないですよね。しっかりカバーしてくれてます。お手入れも簡単でデイリー使いにもできるのが嬉しいポイントでございます。では次行ってみましょう。はい、ボトムスはシーズンリーズのフレアスカートに、サンダルは去年購入した島村のサンダルに、持ってるバッグはムムさんのチェーン付きボストンバッグでコーデしてみました。白を多くして初夏らしいコーデにしてみました。ちょっとね座りじわとかがねできますね、カーディガンはね、ちょっとだけ、はい、こんな感じ、ちょっと縦のねシワとかできますね。プルオーバーの方は全然ねシワができなくてパリッとしております。はい、では次行ってみましょう。はい、今度はカーディガンを変えてみました。このブラックのカーディガンはひなさんのロングカーディガンです。ボトムスは HK ワークスロンドンのプリーツパンツに、持ってるバッグはディアフルプチプラヤさんのクロコ柄バッグでコーデしてみました。黒いこのロングカーディガンでアイラインをつけてすっきり見せて、ボトムスはプリーツの縦のラインを見せて足をきれいに見せてくれることができます。ちょっと爽やかさの中にシックな感じがするコーデだと思います。はい、次行ってみましょう。ボトムスは星玲奈さんのマーメイドスカートとコーデしてみました。ボトムスの色を合わせて少し濃いめの色にするとより綺麗に見えると思います。そしてマーメイドスカートだからブランジングして着痩せ効果も期待できます。後ろはねしっかりヒップは隠しちゃいます。このぐらい長めのね丈は本当に嬉しいですよね。1枚でもしっかり着用できます。はい、では次行ってみましょう。あ、羽織物としてスザンヌさんのニットジレ、そしてボトムスはクローゼットのディアードスカートに
持ってるバッグはテラさんのテラウェア M のバケツ型バッグでコーデしてみました。透かし編みのニット地でにティアードスカートを履いて、ちょっとフェミニンな感じをプラスしてみました。はい、これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。あ、まあ、あー。